はい、今日はスティックコントロール、こちらの練習法をお教えします。スティックコントロールっていうのは何かっていうと、このドラムスティック、これを自由自在に操れること、これがドラムの演奏にとって一番重要な肝になってくるわけなんですけども、やっぱりこれがこうブラブラブレてると音も綺麗にならないし、まとまりがない。バンドで演奏したり、グループでこうコンサートをするときでも、やはりドラム土台がしっかりしていないと、みんな足場がグラグラなところでダンスを踊ったり、いろんなパフォーマンスができにくくなるわけですね。つまりこの土台のドラムス、リズム、パターンがしっかりしていないと、こうみんなが安心して、信頼して、こうパフォーマンスができなくなるわけですね。なので、このグリップが一番とても重要なポイントになってきます。ここをしっかりこのグリップができることによって、こう音も綺麗になるし、演奏ができるようになるわけですね。じゃあその練習法の一つとして、Right, Left, 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 Right, Right。これを交互に繰り返します。つまり、これが right, left, left ですね。で、この逆で left, right, right。これだけです。これをひたすら延々と、まあ、5分なり10分なり繰り返すことでスティックコントロールができるようになります。ポイントはアクセントをシングルストロークの時につけるということです。で、これをなるべく続けてオルターネイトで演奏するためにこういう手順になります。こんな感じですね。これに慣れてきたらもっとスピードアップしていくと。という感じですね。これを実際やってみると、例えば基礎的なルーディメンツを40以前動画で紹介したんですけども、その中にパラディドルというのがありまして、こういうやつですね。これに非常に似てまして、このテクニックをふんだんに使える練習法だと思うので、皆さんもぜひやってみてください。それではまた次回お会いしましょう。